皆さんこんにちは、森口でございます。日本株速報、今日もよろしくお願いします。今日は10月の3日の火曜日になります。お題がこちら。日本株大幅続落、マザーズは年初来安値ということになりました。こちらマザーズ指数の冷やしチャート、続落して年初来安値更新700ポイントも割れてきたということなので、やっぱり注意が必要だなと、本当に恐れていたことが起こったなという形ではあるんですが、マザーズだけではなくて日経平均やトピックスも大幅続落という形になってます。しかも円安進行してるんですけどもっていうところもあったり、バリュー株もグロース株もっていうところもあったりするので、しっかりと見ていただければなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということで、このチャンネルではこういった形で、終わったばかりの日本株の振り返り、毎営業日夕方5時で入れています。なるべく今日の雰囲気を振り返って、明日につなげていこう、そんな番組構成を目指していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日の振り返りをやっていきたいと思います。まず日本株なんですけども、3指数ともに続落という形になりました。しかも日経平均は 1.64%、トピックス 1.68%、マザーズ 2.66%、昨日よりもさらに大きく下げているっていう形ですし、陰線をつけて、しかも安値にかなり近いところで引けているという形になります。マザーズに関しましては、700ポイントという節目を割れて年初来安値を更新したという形になってます。日経平均値上がり、値下がり比べていただくと、非常に弱いということがわかると思います。また業種別、騰落率見ていただくと、全業種で下落していることがわかります。中でも値下がりが大きいのは金編の工業や石油石炭ということで、原油価格の下落が起因しているというふうには思うんですけども、原油価格の下落と言いましても、そこまで大きく下げているわけではないんですけども、ここまで株が売られてしまっているということになります。また日経平均株価トピックスが売られるっていうのもですね、昨日アメリカ株と比べた時にはやっぱり弱いなっていう感覚を受けますよね。ダウはマイナスでしたが、ナスダックや S&P はプラスで終えているわけですよね。しかも円安に触れているっていう背景があるわけなんですが、日本株大きく続落しているっていうことなので、日本株が需給要因で下げている可能性っていうのはすごく高いんだろうなっていうふうには思います。で、あと金利上昇自体はアメリカ株の重荷にもなってますので、そこはちょっと注意をして見ていかなければいけないかなというふうに思いますね。売買代金チェックしていきます。レーザーテックはマイナス。三菱 UFJ もマイナス、トヨタもマイナスということで、ハイテクとかグロースとか、今のテーマに乗ってる株とかも、大体マイナスになってしまってるっていうことで、やっぱり弱いなという感覚がわかるんじゃないかなというふうに思います。一方で、グロースの方を見ていただきますと、カバー GNI に関しましては小幅なプラスなんですが、主力どころで見るとやっぱり大きく下げてる銘柄が結構目立つんじゃないかなというふうに思いますね。このランキングだけ見るとね、高安まちまちにも見えなくはないんですが、一つ一つの値動きがとても大きいですよね。注意して見ていかなければいけないかなというふうに思います。では個別銘柄を見ていきましょう。まずトヨタなんですけども 3.05% の下落となってます。で、トヨタといえばドル円に対して為替感濃度が高いですから、ドル円が上昇する、円安に触れる、業績期待が持てる。だから株価が上がりやすくなるっていう背景があるんですよね。で、今日はドル円に関しましては149円81銭まで来てますから、149円高いところ93銭までありましたからね、150円タッチするんじゃないかとかっていう形ですし、一回も調整が入ってる感じはあんまりないんですけども、一方トヨタの株に関しましては、冷やしチャートで見ると、9月20日以降も大きく調整が入ってきて、今日は25日線をザラ場で割り込んでからも陰線の実態を拡大させてるんですよね。やっぱり株式市場が弱いっていう認識がすごく強いですし、トヨタ自体の需給バランスっていうのも信用倍率で見て 3.28 倍ですから、信用改ざんの方が多く残っている。だから需給が重たいっていうのもね、あるのかもしれないなっていうふうに思います。それにしてもやっぱりバリュー株でも売られてしまうっていうことがよくわかるなと思いますね。続いてインペックス見ていきたいと思います。インペックスに関しましても 6.49% の下落です。で、時間帯によっては 7% 超下げている場面もありまして、原油価格の下落、利益確定売り膨らむということだったんですよね。ただ原油価格といっても、ここまで下げてるわけじゃないんで、なんでここまで下げちゃうんだろうなっていうのはちょっと何とも言えないところ。でもここはもう株式の需給としか言いようがないのかなというふうには思ったりしています。現状の PR 8.4 倍、PBR0.63 倍、配当利回り 3.56% まで下げてきましたけども、これでも下げ止まっていないということなので、株価チャートとしてはもう完全に1回2回のダブルトップをつけて25日線を割り込んで下がってしまったっていう形になりますので、チャートだけを見るとちょっと弱いなっていう形はしますが、インペックスバリュー的な魅力っていうのは、さらに増したということではありますけどもね。で、信用倍率 5.63 倍ですから、需給は重たいという形になります。すぐにはという感じにはいきませんが、このバリュー株も崩れてるっていうのが、今トピックスと日経平均両方崩れてる一番の理由になっています。続いて AI インサイド見ていきたいと思います。AI インサイドなんですが、情報修正が入りました。情報修正が入ったことによって上昇していたんですが、ただし、株価の上昇率は 0.69% にとどまったということです。で、ここで見る限りには、情報修正といってもですね、関係会社の株式売却益を計上ということですから、一時的な純利益の情報修正という形になるんじゃないですかね。もともと、29倍とかね、この数字を見るとすごく大きく見えますけども、もともとの最終益の数字がちっちゃかったからですよね。なので、最終益が経常益よりも大きくはなってますし、そして最終益と比較すると29倍になってますが、そんなにびっくりする内容でもないのかなというふうに思います。で、この最終益、特別利益をもってして 60.2 倍。でもこれは異常値なので、信じていい値ではないということにはなっていきます。日中の値動き見ていただくとですね、この情報修正が発表されたことで高く始まったんですが、ほぼプラマイゼロぐらいを行き来しているという形ですので、大きな動きには結局なってない。やはり、特別益、こういう一時的な収益っていうのはね、あまり株価の価値に影響を与えないっていうところをしっかりと見ておかなければいけないかなと思いますし、安値圏で揉み合っているままということになりますね。続いて、慶応を見ていきたいと思います。慶応はストップ高、買い気配のまま終わったということになります。9月29日に決算発表をしていて、これが影響しているのかなと思って調べてみると、ちょっと事情が違いました。何が違ったかっていうと、慶応はですね、DCM ホールディングスによる TOB が発表になってます。実際にこの決算発表の時には、下方修正が起こりました。慶応っていうのは慶応デイ2とかホームセンターを運営している会社です。で、下方修正起こって、実際業績はあんまり良くはないんだけども、DCM ホールディングスが1300円で、1株あたり1300円での TOB ですから、そして完全子会社化ですから、そこに鞘寄せするような形で今日も動いているという形になります。チャート分析見ていただければと思うんですが、2日連続でストップ高になりました。一応ルール上は明日制限値幅が拡大されて上限が4倍になるという形になりますけども、あくまでも完全子会社化の TOB で、しかも TOB 価格は1300円と決められていますので、1300円付近まで上昇したらもうそれ以上は上がらない。完全にもう子会社化するために全株買い付けますからね。そういった形になると思いますので、明日注目してみていただければと思います。特に売買する余地っていうのは基本的にはないというふうに思っていただいて大丈夫だと思います。最後にマイクロ波価格見ていきたいと思います。マイクロ波価格なんですが、透明導電フィルムを開発ということでリリースがありました。で、これは大日本印刷と共同でマイクロ波の照射によってナノメートルレベルを実現した銀の導電性繊維を用いて透明導電フィルムを開発したということですね。インパクトありそうな好材料みたいな形ではありますし、これをザラバに発表してきたっていうことで、日中の動きとしてはすごく良かったんですけども、11時頃ぐぐぐっと大きく跳ねているんですよね。ですが、値が持たないっていう形ですね。もうこれはもうまさに今の地合いという形になってるのかなと思います。マイクロ波価格の冷やしチャート見ていただくとこのような形になってまして、かなり安値圏にいるという形ですね。で、今日は上髭伸ばしてしまった分だけですね、逆に株価の重たさを意識させるような、そんなチャートにはなっちゃったのかなと思います。各社がですね、いろいろ工夫をしながら IR とかもね、上手に使いながらザラバにいいニュースを出して逆行高みたいな感じになってくれればいいんですけども、やっぱり地合いがかなり悪いので、日中の値段が上がっても持たないっていうのがね、今の状態なのかなというふうには思います。こういったチャートを見るとですね、やっぱりマザーズ指数重たそうだななんてことを感じますね。それでは指数の売買戦略を見ていきましょう。はい、まずは日経金株価になります。日経金株価大きく下落したことによって、いつ以来の安値をつけているかと言いますと、6月の頭付近の以来の安値ということになりました。なので、6、7、8、9、4ヶ月ぶりの安値ということですよね。天井をつけて下落が始まってしまうかのような水準にいるということです。さすがに3万1000は割れないんじゃないかというふうに言われていますが、到達してみないと分かんないので、ちょっと注意して見ていきたいところかなというふうに思いますし、まだこう回復の兆しが出てるというわけではないですね。トピックス見ていきたいと思います。トピックスも下落して雲にタッチしてるんですね。いや、ここまで来て雲にタッチしてるっていうのもなかなかすごいですし、あとは地高スパンは割れてますね。マックDのゼロラインも割れています。なので、売りサインが2つ出ていて、雲割れるリスクも当然あって、あと逆転も出てますね。もう三役逆転間近といった形になっております。マザーズ見ていきましょう。マザーズに関しましては、年初来安値を更新したということで、下降トレンドが続いているっていうことをね、また改めてこう確認したような形にはなっていますよね。今のところまだこう反転の兆しっていうのが出ていないので、まだ大底を確認するまでは慎重に見ていかなきゃいけないのかなというふうに思いますね。ニューヨークダウ見ていきましょう。ニューヨークダウは昨日下髭よく戻して終わったなという感じはありますけども、まだチャートとしていいという形ではないですね。MacD も、このヒストグラムが一応こう濃い色から薄い色には変わりましたが、上向きにはなってませんから、反転の兆しと見るのはまだ早いかなと思います。一方 S&P500 に関しましては、なんとかプラス圏まで持ってきましたね。引け間際にちょろっと上がったっていう形ではあります。MacD の角度がどんどん柔らかにはなってきていて、陽線をつけているっていう点では、ニューヨークダウよりはいいんだけども、ただ、何かいいサインが出てるかって言われたら出ていない。雲の、ねじれがあった後に大きな流れの変化までは起こってはいないっていう形ですかね。ナスダック見ていきます。ナスダックはでも、ちょっとこう上昇傾向にあるかなというふうに思いますけどもね、MacDがこう上向きに変わってきたっていうのはあります。で、これを見ると、やはり相対的に日本株の弱さっていうのが目立つなっていうふうに思うのと、朝の YouTube の中でも話したんですが、やっぱ景気が悪化してしまう懸念は残るので、そういった時に何が業績として堅調に評価されるのかってなった時にはクオリティ株って形になるんですかね。なかなか難しいところかなと思います。でも、やっぱラッセルがね、崩れてしまってるっていうのは本当に大きいかなというふうに見てまして、ここ、安値更新、直近安値更新してるんですね。炭鉱のカナリア先行性が高いとか言われますから、これが大きく崩れるようなことがあれば、ちょっと注意をして見ていきたいなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、マザーズがね、年初来安値っていうサムネイルタイトルにしてますけども、日経平均もトピックスも非常に弱く、トピックスのチャート分析でもね、もうほぼ三役逆転になってるぐらいな、そういう弱さが目立ちましたね。ちょっと警戒して見ていきたいなというふうに思っております。では今日もお知らせを入れさせてください。個別銘柄をとことん分析するマガジンですが、毎週金曜日更新で分析記事をアップしてます。今回分析をした記事は高宮というね、建設現場の足場なんかを作っている会社でございます。地味な会社ではあるんですけども、ここを目指しているものとか、そして、会社がやってる、プラットフォーマーというふうに表現をしてますけども、すごく面白いことをやっていたので、ぜひ一度読んでみていただきたいなと思ってます。月額9元、初月は無料のノートのメンバーシップを使うと見ることができます。また、リアルセミナー開催予定がございます。10月28日土曜日、13時からの無料セミナーと、18時半からの進化版エクセル株投資講座セミナーというので、大阪でリアルセミナーをやる予定がございますので、ご予定合う方はですね、ぜひ10月28日大阪でお会いしましょう。また10月31日オンラインセミナーをこの進化版エクセル株投資やりたいと思っておりますので、なかなかご都合が合わなそうだという方はオンラインでご参加いただければ嬉しいです。合わせて概要欄の URL をぜひチェックしてみてください。ということで今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたら、グッドマークボタンと、また明日以降もこのような形でテクニカル分析、夕方5時目標で更新をしていきますので、明日も聞いていただける方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。さようなら。